連休明けの初日、名古屋駅前では雨が降る中、傘を差して職場や学校に向かう人の姿が。ちょっとどんよりした気持ちですかね。ちょっとしんどいというか、はい、まあでもこれからまた仕事始まるんで頑張っていかなきゃなって思いです。長い連休だっただけに次のお休みも待ち遠しいところですが、次の祝日は7月15日の海の日、2ヶ月以上先です。連休明けの仕事を乗り切る方法を聞いてみると、気持ちはやっぱり沈むんですけど、やっぱり今週頑張ったらこういうご褒美があるっていうのを設定してから今日臨んでいるので、やりきりますっていう感じですね。ご褒美あるんですか？ご褒美あります。どんな？焼き鳥食べに行きます。連休が明けて注意が必要なのが五月病です。どのようなことに気をつけたらいいのでしょうか？名古屋市中区にある心療内科精神科の陽だまり心クリニックには、朝から心や体の不調を訴える人が診察を受けに来ていました。4月から上司が変わって、関係で仕事で悩みがあったので、今まで普通に眠れてたのが、その上司が変わって、性格的に合わなくて、ちょっと不安になっちゃって、部屋の夜もぐっすり眠れなくて。体のだるさややる気の低下などの体調の異変、5月病と言われ、ゴールデンウィークの連休後などにこうした症状を訴える人が多くなってくるそうです。新年度になって新しいことが急に始まると、よりその変化に対して疲れが出てきてしまって、5月病というのがあるので、だんだん増えている印象はあります。この時期に特に増えてくるだろうと予想しています。5月病の主な原因は環境の変化と言われています。4月から新しい仕事や生活を始めた人は特に注意が必要です。特に真面目な人ほど、新年度だ、じゃあ頑張るぞと頑張りすぎてしまうと、思ったよりも成果が上がらなかったり、頑張りすぎたことでそれが続かなかったりすることで、より5月病になりやすくなってきますので、特に頑張り屋さんほど気をつけていただけるといいと思います。野村理事長が進める5月病の対策とは。新年度が始まるからいろんなこと始めちゃうんですね。仕事も始めよう、新しくちょっと勉強もしよう、これもやってみよう、あれもやってみよう、そういって頑張りすぎてしまうと、そこでバテてしまいます。新しいことを始めすぎないということ。ついつい気分転換に触りがちなスマホにも注意です。スマホ使いすぎない。新年度始まると調べることが多いんですね、なんで皆さんすごいスマホ使って夜まで調べてしまうので、であとはゲームとかちょっとなぜか始めちゃったりとか、気分転換が気分転換にならないこともありますので、特にスマホ使う時間、そこも頭使ってしまうので、そこがより疲労を重ねて、そこが5月病を悪くしてしまうので、スマホもほどほどにしておきましょう。家族など周囲の支えで心の不調を乗り越えたという人も。みんな優しいので、なんか全然無理しなくていいよって言って、ずっと支えてくれてた感じもあって、本当周りの支えでなんとか来れたなっていう感じです。そういったご家族の支えというのは、お力になりましたか？そうですね、やっぱり話を聞いてくれるっていうのが大きかった。その他にも軽い運動などでリフレッシュすることや、自分を追い込んだり周囲と比較したりしすぎずに、マイペースを大事にしていくことが効果的だということです。